こんにちは、伊丹明です。今日はですね、平磯海釣り公園さんに海丸くん、そして第五管区海上保安本部の皆さんとお邪魔しております。今日はですね、お年玉釣り大会で本当にたくさんの、ね、釣りを愛する方たちに来ていただいております。で、今回は海上保安の方と、海のもしもは118なども、周知、活動で、お邪魔させていただいておりますが、そして一番の目玉はやっぱり釣り大会、メバルいいのが釣れてますね。尺近いの上がってるそうですよ。この後表彰式です。ぜひ皆さん、平磯さんにもお越しください。いや、もう帰るの、すごい、もう終わりは終わる。めっちゃもらった。あ、でかいね。これは20ほどや。そうでしょ、私、メバル1匹欲しい。穴子もいいじゃん。あげるあげる、ちょっと待って、さ、いいな。こちらもでかい。これいいですね。すごいね。はい。止まったら。あー。はい、こちらが大きい。はい、ありがとうございます。お魚の大小に関係なく、この後表彰式抽選会でご案内したいと思いますが、ぜひね、海上保安庁さん、海からだけでは、あれですよね、低空すぎません。これは淡路島で低いかも。皆さん手を振りましょうか。向こうから見えてますよね。はい、海丸くんも手を振ってください。淡路島で超低空飛行、低空飛行、毎年1月18日が118番の日となっております。110番119番に並んだ海の緊急通報としてですね、泳ぎですね、泳ぎの事故の方が多いんですけれども、うん、2番目に、多いのがやはりこの釣り中の事故、はい、というものが多くなっております。そうなんですか。そういきたいですね。で、あとライフジャケットはね、膨らましてもね、あのボンベを交換すればまた再利用できます。フィッシングマックスさんとかショップさんに持っていけば、僕も2年に1回は点検するんですけど、ボンベの交換と膨らんだ分も1回ガスを抜いて点検してもう1回使いますから。はい、海のもしもは118覚えておいてください。ということで、海丸くんと第五管区海上保安本部、池田さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。中村さん、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今日も釣りされてましたね。そしてヒラメ 84.2 センチ、神戸市からお越しの、ありがとうございます。あ、さっきお聞きしましたね、 84.2 タモリそうな、はい、チーズ